今日から年度が改まり2021年度になりました。今日の日付は2021年4月の1日、ここは JR 東日本東海道本線小田原駅です。この2021年3月のダイヤ改正で、それまで東海道線に走っていた湘南ライナー、ホームライナー、小田原、オハイオライナー、新宿は、すべて特急湘南号に格上げとなりました。今日乗車しますのは、一番下6時25分発、特急湘南22号の新宿行きです。この6時25分発、新宿行き湘南22号の前に、東京行き湘南4号が6時20分に出発をします。これやっぱすごいですよね。5分前に、また別の湘南号が出発をする。ここまで運行間隔が詰まっているのは、この特急湘南号がほとんど湘南ライナー、それからオハイオライナー、新宿のダイヤを引き継いでいるからです。6時20分、東京行き特別急行湘南4号が出発。この段階ではお客さんは3、4人ぐらいしか乗ってなかったんじゃないかな。贅沢な14両編成で終点の東京まで向かいます。途中停車駅は平塚、茅ヶ崎、辻堂、藤沢、大船、品川、終点の新宿です。新宿じゃない、東京です。すいません。この特急湘南4号の後を追いかけるようにして今回乗車する新宿行き特急湘南22号は運行されています。特急湘南の文字が一番後ろで踊っております。あれ、カモメのマークつけてくれればよかったんですけどね。まあ仕方ありません。そして湘南4号が出発してすぐ接近放送が鳴りまして、こちらが今回乗車します特急湘南22号の新宿行きです。途中停車駅は茅ヶ崎、藤沢、渋谷、そして終点の新宿です。先ほどの湘南4号に比べると非常に停車駅が少なくなっていますね。特急湘南新宿と出ています。過去僕は2回湘南号に乗っていますが、ただ2回とも東京行きだったので、今回が実は初めての新宿行き湘南号の乗車になります。多分ね、ほとんどオハイオライナー新宿22号と変わらないダイヤで行ってると思うんですけど、ちょっと楽しみですね。ちなみに今日は大学の入学式が実はこの後あったので、スーツで乗っています。ちょっとね、出張リーマンみたいな感じで見た目になっちゃってますけどね、似合わないって言われました。もともとこの E257系は中央線特急で活躍していたんですが、この東海道線特急に転用されるにあたり、荷物棚が新しく整備されています。今回座るのはここ7番の A 席です。小田原を定刻6時25分に出発。この先、先ほども申し上げました通り、茅ヶ崎と藤沢でお客さんを拾い、そしてその後は渋谷までノンストップ、最後は新宿まで向かいます。それでは新宿行き特急湘南22号の自動放送をお聞きください。本日も JR 東日本をご利用くださりましてありがとうございます。この列車は特急湘南22号新宿行きです。途中茅ヶ崎、藤沢、渋谷に停車いたします。先ほど列車は東海道本線から東海道貨物線に移りました。向こう E257 系の回送列車が走っていますが、あちらが東海道本線で、そしてこちらには鴨宮駅があります。鴨宮駅は東海道本線側にのみホームがあって、貨物線にはホームがありません。この東海道貨物線は東海道本線の列車本数があまりにも増えすぎたので、じゃあ貨物列車は別のところに流しましょう、そういう意味合いで作られた線路で、昔は平塚までしかなかったんですが、確か1980年代だったかな、小田原までこの線路が伸ばされました。横を並走しているのはこの列車に2分先行して小田原を出発した上野東京ラインの上野行き、この駅で追い抜きます神津です。神津始発の列車というのもこの車両基地が近くにある関係でたくさん設定されているんですが、このタイミングではなかなかいなかったようです。向こうでは JR 東海御殿場線313系が停車中で、この神津にも貨物線の方にはホームがありませんから止まることはできません。東海道貨物線にホームが設定されているのは藤沢、そして茅ヶ崎だけですから、お客さんを藤沢と茅ヶ崎で拾って、そしてそのまま渋谷までノンストップ、そういう走り方になっています。さて、これは荷物棚ですが、ちょっと置いてみました。やっぱね、自分の座席の上の棚まで上げるのちょっと力がいるので、じゃあちょっとここでいいやということで適当に上げています。ただこちら上にもねありますんで、まあ実質この荷物棚は2段あると考えてもいいでしょう。成田エクスプレスみたいにね、スーツケースをそのまましまえるような感じになっていればいいんですけどね。さて、列車はまもなく平塚を通過します。平塚であっても貨物線にホームは設けられていないので、この特急湘南22号は通過しますが、なんか見覚えのある列車が止まってますね。皆さんもこの列車に見覚えはあるはずです。というか、なきゃおかしいはずです。動画をスキップしていなければね。あちらに止まっております列車は、この特急湘南22号に小田原駅の段階で5分先行していた特急湘南4号東京行きです。
この特急湘南22号は全区間、ほぼ全区間貨物船経由で運転されているんですが、向こうは旅客船経由で運転されています。特急湘南4号は旅客船経由で運転されており、横浜駅を通ります。そのためこのように途中向こうが止まっている間にこちらが追い抜く格好になるわけです。特急列車が特急列車を追い抜くという光景は現在では多分東部ではやってないと思います。近鉄では普通にやってるんですが、ただ同じ名前の列車同士で追い抜くというのはこの特急湘南がおそらく唯一でしょう。現在列車は相模川を渡っています。茅ヶ崎市と平塚市の境、そして神奈川県の西部と東部の境になっています。神奈川県を代表する川、この川を渡って次の停車駅茅ヶ崎まではもう一踏ん張りです。とかそんなわけわかんないことほざいてる間に列車は茅ヶ崎に到着です。小田原を出て最初の停車駅、この茅ヶ崎とそれから次の停車駅藤沢にはこのように貨物船にもホームが設けられているので、この特急湘南22号もドアを開けることができます。ホーム上でもだいたい一つの乗車口に、まあ、多くて15人ぐらいかな。あ、でもここの乗車口長いな。めちゃくちゃ並んでますね。ライナー列車がなくなっても、この辺りの混雑というのはさほど変わりませんので、東京もしくは新宿方面まで座って快適に通勤したいという需要は大きいです。ですから、そういう人たちはお金を払って、この特急湘南号に乗っているんでしょう。先ほど茅ヶ崎でこの列車と空間接続を取った普通列車が間もなくこちらは辻堂に着きます。辻堂も大変混雑の激しい駅で、なんなら先ほど出発した茅ヶ崎駅よりも利用者数は多いんですが、ただこの特急湘南号は貨物線にホームが設けられていないので通過します。列車のせいでホーム上の混雑率がよくわからないんですが、端っこの方でもそれなりにお客さんが並んでいるようでしたね。そして今度は藤沢に到着。この藤沢と新宿の間では JR とそれから小田急が競合関係にあり、特に小田急の方では安くて快適な特急モーニングウェイ号というのを走らせています。藤沢新宿間ではこのダイヤ改正までは運賃は JR の方が高いけれども料金は小田急の方が高いという逆転現象が起きていたんですが、このダイヤ改正で湘南ライナーが特急に格上げされたことにより運賃料金ともに小田急の方が優位になっていますが、ただ JR も JR で世界に誇る網の目のような路線ネットワークを持っておりますので、まあ乗り換えとかそういった利便を考えると JR の方が便利かもしれません。藤沢駅の駅名表、次は渋谷もしくは品川となっています。特急しか来ないからです。向こう側も結構な混雑ですよね。もうこの辺りっていうのは編成の端っこ14号車15号車その辺りになってくるんですが、それでも一つの乗車口にだいたい5人とか6人とかそれぐらい並んでいるようでした。一方その頃茅ヶ崎と藤沢で大量にお客さんを詰め込んだ湘南22号は次の停車駅は渋谷、ここから先横浜を通過する特急湘南特有ノンストップ運転のスタートです。列車はまもなく大船を通過します。この大船の手前で並走しているこの列車はおそらくこれは辻堂で追い抜いた宇都宮線直通の快速ラビットですかね。東海道線内は各駅に止まりますが、ただ宇都宮線内ではバンバン飛ばして快速列車としての役割を果たします。大船駅は2面4線の構造になっていて、特急や快速が前を走る普通列車を追い抜けるようなそんな構造になっています。実際湘南新宿ラインの特別快速とか特急踊り子なんかはこの大船で前を走る普通列車を追い抜くということをよくやっています。列車は戸塚を通過します。この戸塚から先横浜そして川崎はそもそも通りません。いや戸塚は通ってるんだけど、この先の横浜それから川崎はそもそも経由をしません。戸塚の次の駅東戸塚の先で列車は東海道本線横須賀線と分かれて一人横浜の山の中へ分け入っていきます。向こうで E217 系が止まっているのが見えていますが、あそこが東戸塚駅。もうすでに東海道本線の特急踊り子号とかそれから快速アクティが走るような線路とは分かれています。そしてこの先右カーブがありますが、あの先でいよいよ横須賀線ともお別れ。横須賀線と東海道線はこの後仲良く並行して横浜駅の方面へ向かうんですが、東海道貨物線は横浜駅を通らないのでこの先この長い長いトンネルに入ります。次に顔を出すのは横浜国立大学、それからハザー横浜国大駅なんかがある横浜の中心市街地から遠く離れた山の中になります。東戸塚駅の先でトンネルに入ってから4分ほどで列車は再び地上に顔を出します。右側にあるのが JR 貨物の横浜ハザーの貨物駅、そして左側にありますのが2019年の11月の末から供用を開始しました相鉄 JR 直通線相鉄新横浜線のハザー横浜国大駅。横浜ハザー駅のさらに右側に行きますと横浜国立大学があります。現在この特急湘南号が上り10本下り11本が運転されているんですが、このうちこの東海道貨物線横浜ハザー駅経由で運転されているのは上りが6本下りが2本となっています。
湘南ライナー時代はもうちょっと本数が多かったんですけどね、確か上りが8本で下りも3本ほどあった気がします。先ほど羽沢横浜国大のあたりで一時的に地上に顔を出したこの特急湘南22号ですが、その後再びトンネルに入りまして、今度右側に青い駅が見えますけど、あちらは京急線の花月総司駅、このあたりでちょうど地上に顔を出すことになります。そして左側からは横須賀線湘南新宿ラインが2本、京浜東北線が2本、東海道本線の旅客線が2本、そして今合流してきましたのは桜木町方面からの高島線が2本、そしてこの東鉄 JR 直通線東海道貨物線が2本と、非常に多くの線路がこの辺りでは走っています。向こうは鶴見駅、鶴見駅は京浜東北線と鶴見線しか停車しないそんな駅なんですが、ただこの鶴見は東海道本線の東京から神戸までの区間で唯一全ての系統の線路が通る駅となっています。ですから鶴見って結構東海道線の中では地味な駅に分類されはするものの、ただ運行上の拠点であることは間違いありません。鶴見川を渡って川崎方面の東海道本線と分かれ、そして今度列車は品格線に入ります。現在の横須賀線の線路です。武蔵小杉の手前でついに横須賀線と合流します。この辺り羽沢横浜国大から先新宿まではずっと相鉄 JR 直通線と同じ線路を走っています。そして日本一のタワマンシティ武蔵小杉を通過、現在横須賀線の武蔵小杉駅はこのように上下線でホームを共用している1面2線なんですが、将来的にはあまりにも混雑が激しすぎるということで2面2線に同居する計画があります。2面2線といっても上下線のホームで線路を挟むという形ではなく、分かりやすく言えば京急線の横浜駅、大体あんな感じで上り本線上りホーム下り本線下りホームという順番で並ぶようになります。そして列車は多摩川を渡って東京都に入ります。神奈川県の川崎市から東京都の、ここは世田谷区になるのかな大田区になるのか分かりませんが、東京特別区に入ります。東急大井町線下新名駅の付近 で今度は品格線から離れ山手貨物線の方に入っていきます。今すれ違っているのは湘南新宿ラインの列車ですが、この辺りは相鉄 JR 直通線それから湘南新宿ラインと全く同じ線路を走ります。向こうは品川駅方面に向かう線路ですが、こちらは大崎に向かいます。そして列車は渋谷に到着、もう藤沢以来、藤沢からね多分40分50分それぐらいずっとノンストップで走ってきたんですが、ここでついにようやくドアを開けます。藤沢そして茅ヶ崎で停車して固まってきた乗客もここで一旦、多分ね乗客の中の3分の1ぐらいはこの渋谷で降りたんじゃないかな。割とこの渋谷からおそらくは地下鉄に乗って東京の山手線の内側へさらに通勤していくというお客さんたちだと思われます。多分渋谷に職場があるっていう人もいると思うんですけど、ただそこまで多くはないと思いますからね、そんな人も。そして始発の小田原を出てから1時間と20分列車は終点の新宿に到着です。新宿駅には成田エクスプレスとか特急踊り子号それからスペーシア号などが発着をする特急専用ホーム5番線6番線というのがあって、この特急湘南号もこの新宿駅では5番線6番線から発着をします。そして今回は動画撮影の裏で鉄道マニアではない一般の乗客が特急湘南号の中でどのように振る舞っているのかというのを実は観察してたんですけども、結構いろいろありましたね。仕事で使うであろう書類を整理していたり、アイマスクをつけて寝ていたり、ゲームに興じていたり、それから本をめくっていたり、新聞を読んでいたりと、結構いろいろな過ごし方がありました。皆さんやっぱり、満員の通勤電車の中ではできないように、本ぐらいは読めるかもしれないけどね。でも、そんなに満員電車の中でそういうことをする余裕はありませんから、だから電車の中でやりたいことがあるから、だからお金を払って、特急に乗って、そして、自分のやりたいことをやると。おそらくはそういう満員電車に乗りたくないという層の他に、満員電車ではできないことをやりたい、そういったお客さんを拾うためにこの特急湘南号は運行する意義があるのかなと思いました。ということで今回は前を走る特急湘南号を追い抜く特急湘南22号に乗ってきました。こういうね特急列車を追い抜く特急列車っていうのはなかなかないですから、皆さんもぜひ乗ってみてください。ご視聴ありがとうございました。